て新年の観光を終えようと思ってます。お時間の厳守お願いします。というのも、まあいいんですけれども、皆さんのホテルでの休憩時間がそれによって徐々に減っていきますのでね、まあ、それでお時間の方はだいたい合わせていただけるといいなと思います。でまた出発時間とかで、ね、結構混むということで、ちょっと早めた方がなんて言われちゃってるので、またいろいろなところが順次になってますから、また神殿からホテルへ行くときにちょっとねお話しさせていただきます。一つは皆さんにとっていい報告、もう一つはまたもう一つはなんてわかんないけど、まあいろいろあります。お疲れ様でした。ここはアブシンベルの銀座ダウンタウンです。ここは一番賑やかなところです。あの売店、銀行、あと、ショッピングエリア、もう本当にここは街としてリゾートの感じですね。はい、もうすぐ神殿が見えましたよ。あそこ左の奥2つの山が見えてます。山の裏側、そこは大都小神殿です。ね、あの左手は、高校生です。学校は1校しかないですね。多分共同ですね。男子と女子学校も一緒です。はい、皆様のホテルが右側の、道ですね。あ、もうホテルから歩いて、15分ぐらいです。はい、間もなく到着です。いらない手荷物もうバスに置いていただきまして、貴重品、カメラはですね、外は無料です。中は禁止です。中に、神殿の中に絶対撮影しないようにお願いします。はい、イヤホンガイドも持っておいてください。そろそろ到着です。もうすごい、街はもう爽やかですね。もう、ここは左手は、アブシンベルの市役所です。新聞の女性は黒い衣装ですけれども、金色とかこういうものもすごい綺麗ですね。さっきのレストランの、一人の女性サービスしましたから、彼女はヌビア出身ですね。レストランオーナーの娘さんです。でもすごい近代的な姿で、はい、ここで降りて神殿の正面まで歩いていきましょう。で
で、配布前に集合場所をご案内します。はい、じゃあ行きます。